BM だな、うん、BM のこれなんだっけな、BM の M8 とかなんかそういう感じか、ちょっと出てこんなこれ。でもすごいカスタムしてあるね。こうバンパー周りからカーボン、ボンネットもすごいね。こう屋根もカーボン貼ってあるね。あとドアミラーも、車高もがっつりローダウンしてる感じね。ホイールもきっちりつらいできてるね。これエンジン後ろのタイプかもしれんね。なんか後ろ空いてあるもんで、空いてあるのかどうかわからんけど、あれなんか空いてそうだよね。ああいうデザインね。ちょっと後ろ回りの形状がちょっと謎だね、この車。すごいな。BM。BM のスーパーカーだね。これは、すげえ。こういう屋根とかが、ピラーとかもカーボンだよな。カーボンで。タイヤブリヂストンだな。ブリヂストンのポテンザ。タイヤサイズ245?の40の20インチ。まあまあそんなめちゃくちゃ太くはないけどな。i8 か。i8、これなんだろう。ハイブリッドかかなんかか。そうでもないよな。BMI、e ドライブって書いてあるもん。ひょっとしたらこれ、なんかハイブリッドなのか、電気自動車。e ドライブって書いてあるもんな。多分ハイブリッドかな。すごいエッジの効いたこのボディね。このリアフェンダー周りのこのエッジがすごいいいね。これどうなんだ、後ろにエンジンなのかな。ちょっと謎が多いな。でもここに置いてあるってことは、まあおそらくスーパーカーなんだろうな。 BM の i8、 フェラーリとランボルギーニの間ね。ここフェラーリで、こっちランボルギーニ、その間の真ん中に BMi8 ね。すごいね、かっこいい。マフラーとかもこれ書いてあるのかな。マフラーとかちょっと見えないな、ここからじゃな。あんまり乗り出すと線路あるもんでな、線路に近いからね、危険なんだよ。そんな感じかな。 BM の i8 ね。これ内装豪華ね。あ、でもこれ右ハンドルなら運転しやすくていいね。やっぱ BM とかはそこらいいね。大衆車をこう想定した車ね。フェラーリとかもやっぱもうちょっと右ハンドル出してほしいよな。ランボルギーニもね。すごいこれ車高ベタベタで。帰り、あの、うねってるところ多分いろんなとこ擦りながら多分行くんだろうな。まあでも多分擦ってても気にせんだよな、多分。こういう人。すごいね。なんかまるでこうライトがこう光ってるからね。実際は光ってないんだけど、なんか光ってるように見えるな。これすごいな。これは BMI8 でした。